男の人と女の人が電話で話しています。女の人はいつ荷物を持ってきてもらいますか？もしもし、今日荷物をお持ちしたんですが、お留守だったので持って帰ってるんですけど。ああ、すみません。ちょっと出かけてて。いつお持ちしたらいいでしょうか？そうですね。明日の午前中。あ、明日は約束があったんだ。明後日にしてください。だいたい何時頃がご都合よろしいですか？午後の早い時間にお願いします。はい、わかりました。女の人はいつ荷物を持ってきてもらいますか？学生と先生が話しています。学生は先生に何をどのように送りますか？先生に今日お返しするはずだった本とテープなんですが、すみません。今日持ってくるのを忘れてしまいました。そうですか。じゃあ明日でもいいですよ。すみません。今週はちょっと伺えないので、封筒に入れてお送りしてもいいでしょうか。じゃあそうしてください。あ、でもテープが壊れるといけないから、箱に入れてお送りした方がよろしいですか？いや、いいですよ。テープの方は急がないから。今度学校に来るとき持ってきてください。わかりました。学生は先生に何をどのように送りますか？男の人が話しています。男の人の町で今一番有名なものはどれですか？私の町には大きい港があります。昔は魚が美味しいことで大変有名でしたが、最近はそばに自動車の工場ができたため、魚より車の方が有名な港になりました。でも、この町でもっと知られているのは牛肉です。ビールを飲ませるので、柔らかくて美味しい肉になります。値段は高いのですが、遠くからたくさんの人が買いに来ます。男の人の町で、今一番有名なものはどれですか？男の人と女の人が電話で話しています。女の人は今日何をどの順番ですると言っていますか？もしもし、今日映画見に行かない？今日は忙しいのよ。外国から友達が来るから2時に空港に迎えに行かなければならないの。空港に行く途中でスーパーで買い物しなきゃいけないし、ああ、まず家の掃除をしなきゃ。ああ、大変。女の人は今日何をどの順番ですると言っていますか？女の人と男の人が話しています。女の人は何をしてしまいましたか？あ、やっちゃった。うわ、大変だ。服大丈夫？うん。でも割れなくてよかった。女の人は何をしてしまいましたか？
女の人と男の人が病院で話しています。男の人が今日してはいけないのはどれですか？どうしましたか？昨日から喉が痛いんです。ちょっと口を開けてください。ああ、赤いですね。風邪ですね。今日はゆっくりお風呂に入って早く寝てください。お酒やタバコは？あまり良くないですが、お酒は少しなら構いません。タバコはやめてください。これから会社に行きたいんですが。あまり無理しないで、今日は早めに帰るようにしてくださいね。はい。男の人が今日してはいけないのはどれですか？弟と姉が電話で話しています。弟は明日どんな格好で行きますか？明日から3日間仕事でそっちに行くんだけど、寒い？そうね。朝晩はだいぶ冷えるわね。私、最近は毎日セーターよ。じゃあ、コート着て行った方がいいかな。会社の中はシャツ一枚でも大丈夫なんだけど。まあ、あまり外を歩かないんだったら、背広だけでもいいと思うわ。そうか。でも、一応スーツケースにコートを入れていくことにしようかな。そうね。それがいいわね。弟は明日どんな格好で行きますか？郵便局はどこですか？この近くに郵便局はありませんか？あ、はい。郵便局はここをまっすぐ行って、一つ目の角を左に曲がって、三つ目のビルです。左に曲がって、三つ目ですね。ええ、そうです。郵便局はどこですか？女の人の国ではどんなパンを食べていますか？あなたの国ではいつもどんなパンを食べてるんですか？パンですか？丸くて。じゃあボールのようなパンですか？いいえ、薄くてお皿のような形なんです。女の国ではどんなパンを食べていますか？男の人が女の人に電話をしています。男の人は何を買って帰りますか？これから帰るけど、何か買って帰ろうか？あ、ありがとう。牛乳、それから。ちょっと待って。牛乳は1本でいいの？2本お願い。それからチーズ。あれ？チーズはまだたくさんあったよね。ごめん、今日のお昼に全部食べたの。わかった。じゃ、買って帰るね。男の人は何を買って帰りますか？